どうも、ハンサムクロージです。今日はセブンイレブンで新しく発売されたマカロンのアイス、ショコラミントマカロンとミックスベリーマカロン、この2つを買ってきました。マカロンアイスクリーム、種別はアイスミルク、どっちも153キロカロリー、ミックスベリーから食べてみよう。ああ、ガムっぽい匂いです。結構匂いは香料っぽい感じ、ちょっと強いかも。見てください、こんな感じ。ブルーベリー味のマカロンとラズベリー味のマカロンに挟まれたストロベリーアイス、いただいてみます。いただきます。うん、美味しい。ベリーベリーベリー、果実感がすごいある。まずマカロンは美味しいです。相変わらず表面はサクサク、中はしっとり、しっとりっていうかねっとりみたいな感じ。結構ねっとり感ありました。ちょっとガムっぽいけど香りもいいし、アイスクリームはね酸味はそんなになくて割と甘みが強い感じです。フルーツ系だけど甘酸っぱさっていうより甘いスイートなベリーのアイスクリームっていう感じでした。まあなんかマカロンってお姫様みたいな感じだもんねわかんないけど勝手な印象。なんかでも普通のマカロンは甘酸っぱかったりするけど、このアイスに関しては甘みがこうグッとくるような印象でした。果物の爽やかな後味というかさっぱり感もありつつ、なかなか良かったと思います。ハチアンソム、次来ました。ショコラミントマカロンアイスです。チョコミントですね、要は。あー、ミント、ミントマカロンとチョコレートマカロンに挟まれたミントアイス、ミントチョコ、ミント、ミント多めですね。いい匂いです。裏側のマカロンはチョコレートっぽい香りしますね。いただきますよ。うん、結構ミント、ミント感強い。チョコの感じはあんまないな。マカロンはねベリーよりもねっとり感が強い印象でした。結構ずっとマカロン噛んでる感じ。もうちょっと軽い方がいいかなと思ったけど、なんでだろう、チョコだからかな。でやっぱアイスもチョコミントアイスじゃないですね、ミントアイスなのでかなりミント感が強くて、僕はですけど僕はチョコミントが好きなんです。もうゴブゴブの関係でいたい、チョコとミントは。なのでこれあんまり得意じゃないかなっていう感じです。もっとチョコ感あってほしいなっていうのが僕の希望ですね。逆にミント好きの人にとってはすごいと思う。チョコ少なめのミントアイス好きな人もいますもんね。そういう人にとってはもってこい、ガンガンミントなんで。なので僕はチョコ感が足りなかったのと、マカロンがめちゃめちゃねっとりしてるっていうのがちょっとマイナスポイントかなと思いました。僕にとってはね。ごちそうさまでした。ナラハンサム、そんな感じです。気になる方ぜひ食べてみてください。僕のおすすめはベリーです。以上、ハンサムクロージーでした。バイバーイ。